えばさ、最近はタブレットに対応したエロゲーも発売されてるんだってね。そうらしいね。ゲームをさ、家では PC で、外ではタブレットでプレイして、そのセーブデータを簡単に共有できたら便利だと思わない？それは確かに便利かもしれないね。でもちょっと難しそう。そう思うでしょ。それを簡単に行える新システムを私は考えたんだよ。それはすごいね。ゲームなんて突き詰めればフラグ管理なんだから、フラグのパターンを管理するパスワードを作ってロードするときはそれを打ち込めばいいんだよ。具体的にはペペ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 とか。逆行してる。時代を逆行してるよ。パスワードを間違えちゃう人続出で不満爆発だよ。